はい、中央道の上りは三鷹で3キロ、通過に20分です。一般道は神奈川の横須賀の三崎街道竹4丁目付近、事故処理終わりました。渋滞も解消しています。都内は足立区内の環七の外回り一つ屋4丁目付近、乗用車同士の事故、右側車線で処理始まって1キロ10分ぐらい、内回りは西貨幣で今2キロ半、通過に25分かかっています。首都高速は交通量少なめ、中央環状線の内回り、外回りとも立新宿ジャンクションでそれぞれ1キロずつ、通過に10分前後です。どちらも10分前後です。なお、この後4時から10号晴海線の豊洲と晴海の間が開通します。これにより、都心部から湾岸線へのアクセスが便利になります。警視庁から以上です。はい。次の交通情報は4時30分頃です。